いきなり攻撃ってのは穏やかじゃないね。どうせ賢者の勧誘なんだろう。今回は断られたら殺すように言われてるんだけど、人違いだと問題だし確認しておこうか。斎藤陸人に間違いないね。うぜえな、マガンかよ。名前ぐらいなら俺でも見えるぜ。早瀬葵、触手って。ジャストワールド、これは別名、努力だけが報われる残酷な世界だ。で、同じ技を使えるんだよ。君にできることなら僕にもできる。そんな可能性には思い至らないかな。黙れよ、くらえ。増援、どうなってんだよ。何の努力もせずに神からもらった力が神の気まぐれでいきなりなくなるなんてこともあるかもね。これは神からもらったものじゃない。その剣は運命値が高いから僕の能力じゃ干渉できないね。けど当たらなければどうということはないよね。おや、遠距離通信が入ったぞ。次の仕事のようだな。ターゲットは賢者候補生高藤よぎりと壇ノ浦友近、花房の町へ向かい。賢者候補なんてわざわざ僕に頼まなくても。息をつく暇もないな。待ってほしいでござる。じいちゃん、田中大門と申します。ジオンデンジャラスゾーンであるところの魔獣の森でさまよっていたところ、リクトに拾われてどうにか生きておったのですが、あなた様がリクトを殺してしまいましたので、先生もどうしようもないのでござる。なんだろこれ。どうかこの私めを下僕にしてくださいでござる。神妙な生き物だね。お願いします。ハオイ様、逃げるでござるよ。え、なんで？葵様の力ってチート能力無効化でござるよね。ドラゴンとかには勝てないのでは。この手のやつは簡単なんだよ。こんな巨大な生き物が空に浮かぶわけないだろ。ジャストワールドは僕が信じたように事象を改変できる能力だ。チートすぎるでござろうか。そうでもないよ。運命値の高い相手はうまく巻き込めない。そうなんでござるか。あ、不用意に近づくと。いやー、言えるー。こいつ止めたくなっただけでござるか。うん、地道に戦うしかないか。アグレッサー、ヘッジホッグ。情報を収集してるでござるか。で、葵様、なぜ後ろに。表面積が大きいから隠れるのにもってこいだと思って。今ナチュラルにひどいこと言ったでござるよね。お、助かったでござるか。あの化け物が去った先に一瞬塔が見えた。フラグかもしれないし行ってみるか。そんな必要ないでござる。君は高藤よぎりを見つけるのに必要なんだ。いや、拙者、高藤殿には二度と会いたくないでござる。絶対に殺されるでござる。